英知、1976年5月9日隊は、岐阜県、橋間市出身の元プロ野球選手、コーチ。1999年から2012年まで、中日ドラゴンズでプレーし、現役引退後の2013年より引き続き、中日でコーチを務める。現在は一軍外野守備総類コーチ。県立岐阜商業高等学校公式野球部。 OB 会名簿では、氏名について、節田秀俊と記載されている。愛称は、秀則、蔵など。岐阜県立岐阜商業高等学校では控え投手から、中堅守のレギュラーとなる。高校卒業後、名城大学に進み、3番、中堅守として活躍。また、投手も兼任。1998年、愛知大学野球リーグで、春、 周期ベストナイン外野手に選ばれた。愛知大学リーグ通算93試合出場、310打数88安打、打率284、28日本塁が36打点。トヨタ自動車から入社内定を得ていたものの、1998年のドラフト会議で中日ドラゴンズから4位指名を受け入団。1999年は一軍出場なしに終わった。 2000年も一軍出場なしに終わる。入団当初から俊足強権が高く評価され、山田久志が監督だった時代には、投手と外野手の権利案が出たこともある。2001年に初めて一軍出場をする。2002年から一軍での出場機会を増やしていく。2004年から登録名を英知に変更した。この年から監督に就任した落合博光が掲げた。 オュ流野球の一つ、一芸に引い出た選手が、必要を象徴する選手として、開幕から一軍の代走を及び守備固めとして活躍。6月27日の大阪新戦では、桂ツ育夫の放ったー飛と思われた打球を、後編球で三塁走者の檜山慎次郎を指し、勝利に貢献。守備での活躍で、お立ち台に立つという、珍しい経験をした。また、 このプレーが英知を知らしめるきっかけにもなった。井上和樹との併用体制の中で徐々に出場機会が増え、福留康介が8月にアテネオリンピック出場のため、欠場、さらに9月に死球による骨折で戦列を離れると、右翼手として定着し、ゴールデングラブ賞を獲得した。左翼手、英知中堅手、アレックス、右翼手、福留と組んだ剣手で、 一躍有名となった。2005年は、走塁中に肩を強打して負傷した影響もあり、打率1割にも満たない、打撃不振に陥った。また、ダイソー専門選手として活躍していた、沢井道久が、シーズン後半から登録を抹消されたため、やむを得ずダイソーで起用され、守備位置の関係で途中、交代させられるなど、起用法が一定しなかった。8月5日の対横浜戦では、 一点を追う最終回、一四万塁のチャンスに三塁走者の H は、立浪和義の浅い右比に迷うことなく、本塁に突入。ヘッドスライディングで保守の相川良二のタッチを、かいくぐって同点のホームインをもたらし、その後の福留めの逆転万塁本塁打につなげた。試合後、落合は、H はプロだと語り、三次を惜しまなかった。2006年5月10日、 対日本ハム戦で延長11回をもって岡島秀樹の冒頭で二塁から悠々、ホームインする走塁を見せた。この年は124試合に出場した。2007年は、李平慶の加入で、シーズン序盤は、代打、大走、守備固めでの起用が多かったが、李の低迷や福留の戦線離脱、打撃好調ということもあり、中盤以降はスタメンでの起用が増加。 9月26日の退巨人戦で肉離れを起こし、残りのシーズンを棒に振ってしまうの離脱が一番痛かったと語っている。シーズンオフに背番号が57から24へ変更されることが発表された。これは落合が57では怪我が多いからという理由からで、新番号で新規一点を図ってほしいという願いが込められている。また、 5と7のついていった2005年と2007年は、怪我をしている。2008年も、ダイソー、守備固めとしての起用が多かったが、交流戦に入って、レギュラーだった、森野正彦やリーが怪我で離脱したことによって、スタメン出場をする機会もあった。だが、森野やりが復帰後は2軍打ちも経験するなど77試合に、止まった。2009年は、藤谷敦也。 新人の野本圭良の台頭もあり、開幕を軍で迎えたが4月21日に一軍登録され、その日の大半新戦で6番、右翼で初出場を果たした。2010年11月29日の契約公開では、その年の打撃成績が220であったにもかかわらず、走塁や守備といった数字に現れない部分を球団に評価されて300万円増となった。 しかし喜ぶはずの本人が納得せず交渉の場で上がる理由は何ですかと聞き返したという。その時に来シーズンはお立ち台に立ちたいという決意を述べた。2011年は若手外野手の台頭で出場機会が減少。守備がためやダイソーでの出場があるになったため打席に立つ機会も少なく打率も100と振るわなかった。 8月6日の対横浜戦で勝ち越しのスクイーズを決めたことでお立ち台に上がり前年オフの契約公開で述べた決意を達成した2012年も出場機会が少なく同期限りでの現役引退を発表10月5日の名古屋ドームでのシーズン最終戦の対広島戦に途中出場し3打席凡退に終わっているが試合後のセレモニーでは 本塁から外野めがけての遠投を見せ、玉は約110メートル先の右翼ポールに直撃、スタンドからのアンコールによる2投目では、ライトスタンドに放り込んだ。同年のクライマックスへのファイナルステージで9回表に、ダイソーとして現役最後の出場をし、チームとして2012年最後の得点を踏んだ。その得点となるアンガを放ったのは、英知を尊敬し仕立っていた。 大島洋平であった。2013年から中日二軍の外野守備、総類コーチに就任。登録名は引き続き、H となる。その一方、同年12月21日にファッションブランド、H を設立、オフシーズン限定で、ファッションデザイナーとしても活動する。2016年は一軍外野守備総類コーチに展示、攻撃時には三塁ベースコーチも担当していた。 11月25日から台湾で開催された2016アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB ウエスタン選抜の外野守備総類コーチを務める2017年から再び2軍外野守備総類コーチに戻る前年に続き11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜の外野守備総類コーチを務める。2020年からは一軍外野守備総類コーチ。瞬速強権でビブシギンの働きを見せる守備総類のスペシャリストとして活躍した。圧倒的な強権を誇り、幾度となく走者を指して打球団から恐れられた。2002年12月に収録されたプロ野球オールスタースーパーバトル。 遠藤日本一決定戦では、遠藤123メートルを記録して優勝している。その一方で、一年間フルシーズン戦う体力が保たないことを課題としており、これが原因で、レギュラーに完全定着とまで至らなかった。英知の兄二人も、県立岐阜商業高校で野球をしており、高校生時代は、増本三兄弟の三男として、プロのスカウトに知られていた。 長兄の倉本正義は、名城大学を経て、社会人野球の数密に入り、チーム創設時から、長年、エースとして活躍した。時系の倉本隆重は、法政大学野球部でも、野球を続け、その後はモデルに転身。英知は、野球は、父親の影響で始めたが、スパルタ式の指導が嫌でずっと辞めたかったと語っており、高校時代、 競合だった母校が甲子園に出場した時を想定し、それを機に辞める予定だったという。しかし、結果は県予選3回戦敗退。そのために辞めるきっかけがなくなってしまい、野球を続けることにしたのだった。脱席登場局は、通常時がザ・ハイロウズの日曜日よりの死者、チャンス時が RC サクセションの雨上がりの夜空に出会った。これ以前は、 リンドバーグのビリーブインラブを使用していた。中日ドラゴンズのマスコットであるドアラと仲が良く、中日ドラゴンズ公式ブログでは、しばしば彼とドアラが会話している場面の写真が掲載されている。選手では、小田公平、また同期入団の小笠原隆と非常に仲が良い。本人曰く、球場で小田の顔を見るときが一番ホッとする。小田は、 英知の引退試合で守備に入る前のキャッチボールの相手を泣きながら引き受け、また最初の遠投の際、右翼ポールに直撃しグラウンド内に跳ね返ってきた球を回収に走っている。子供の頃から落合博光のファンで、落合が中日の監督に就任した際、一番喜んだのは英知だった。倉本秀俊氏に関するカテゴリー。ありがとうございます。